どうも、画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、ピーです。はい、ということで、今回なんですけど、ガルパに関するツッコミどころ満載なコラ画像を的確に突っ込んでみようかなと思います。それでは早速行ってみましょう。まずはじめにこちら、愛らしいですね。いや、可愛いね、ほんとも。この画像をコラしたのがこちら。いや、草。ちさとさん、ロリアヤの自転車、窃盗してますやん。もう、あや、泣いてますやん。ちょっと顔面の成長早かった。あや、泣いてますやん。あと、真顔やめい。ちょっとクールぶったジャイアンかって。これ、心の声聞こえてくるな。お前のものは私のものですわっても聞こえてくるやつ。そして続いてなんですけど、あー、やっぱりこのカップリングはいいですよね。もう僕、大好きなカップリング。これが、こうなると、あ、結婚しちゃった。まあ、この世界では男性いないって言いますしね。この場合、ランちゃんとモカちゃんの結婚式であれば、ランちゃんが新郎になるのかな。まあ、ランパパが許してくれそうなのは、このカップの婚約ぐらいですけど。ん？ちょっと待って。さっきこの世界に男性いないって言ったよね。いるじゃん。いるじゃん。当たり前のようにいるじゃん。つまり、こうなるってこと？いや、これだったらランが赤メッシュ引っこ抜いてブチ切れて、父親とモカをめぐって大喧嘩っていう未来が見えるんですけど。あ、これいいじゃん。じゃあ、運ゲーさん、アフターグロー第3章の内容、これでいきましょう。返信待ってます。はいはい、続いてなんですけど、脳殺万歳アリサの、こちらのイラスト。あ、今のはツッコミじゃなくて、本音です。それがこうなります。こんなことするのはあんただけだよ。はい、脳殺どこ行った？ここでオーナーぶっこんでくると思わんかったなぁ。あと、アリサにオーナー入れた。ちょっとオーナーがいい体してるみたいになるじゃん。やめてよね。あと、何言ってるってんだ。こっちも恥ずかしくなるから、顔赤面にしないでください。続いてこちら。ドキ。おぉ。ドキ。おぉ。ドキ。おぉ。ドキ。いや、手当たり次第ですやん。そんな手当たり次第惚れたら、彼女の量すごいことなりそうだよね。てかもう手当たり次第惚れるんだったらさ、もうこれ他のアニメとかでもありそうだよね。ありやがったよ。あと、つぐみ。そいつに惚れるのだけはやめとけ。いや、シチュエーション完璧かいな。このシチュエーションは誰でも惚れちゃうよ。もうつぐみじゃなくても誰でもアリサに一目惚れです、これは。続いてこちらのイラストがこうなります。はい、ということで、どこが変わったかわかりますか？もう一度ドアップしていきますね。このイラストが、こう。そう、胸のデカさがお互い変わりました。はい、そんな感じで。貧乳リンギンありだよね。めっちゃわかるわ、これ。めっちゃわかるけども、ちょっと巨乳箱はね。巨乳箱どうだろう。はい、そして続いて、一見ライブ中の尊い一枚ですか。少しいじると丸山が飲んでくれてます。はい、やめとけ。未成年飲酒はね、絶対ダメなんでね。はい、そして、いや、持ってるお酒丸山って、地酒じゃなく、地酒って。いや、うまくもかゆくもなかったわ。おーい、そこ歌舞伎町。もうこれどうすればいい。あ、もう一度だけ言っておきますね。未成年の飲酒は犯罪でございます。そして続いて、幼馴染の愛らしい一枚が。いや、草生えた。せやから真顔であやをいじめんで。この関係ずっと続いてんのな。もうさっきも突っ込んだけど、真顔じわるからやめて。何かに怯えるリサ姉の一枚なんですけど。いや、あかん。これもコンプラ気にしてとっさにモザイクかけたけど、より一層引っかかりそうになったやつやん。いや、ちょっとマジで危ないんですぐ次行きます。これもすでに危なそうなんですけど、このイラストが、いや、寒い。スキー場で半袖半パンは強いね。あ、このあやちゃんのコラ画像もう一枚あるらしいんで行きましょう。こちらへ。いや、何があった？